稲妻神里流、立ち術免許改伝。神里彩香、参上 <laughs> よろしくね。おはよう。あ、週末晩。失礼しました。おはようございます。こんにちは。昼食の後はどうしても眠気が出ますよね。 眠気を覚ますために、将棋はいかがでございましょうかこんばんは。夜風が気持ちよく、いい夜ですね。思いつつ、寝ればや人の見えつらむ。夢と知りせば、冷めさらましを。本当にのどかですね。 お茶と同じです。細かく味わってこそ、本来の風流がわかるのです。ついうっかり、ぼーっとしてしまいました。わさものと呼ばれる刀は、主玉の宝にもなり得るんです。とうま、傘はあら、失礼しました。 雷の神は何を訴えているのでしょう。暖かいお天気ですね。まるでどこからか風鈴の音が聞こえてくるみたいです。葉が落ち切った桜の木も美しいとは思いませんか美人の晩年に似たような感じがします。も と、雷伝五殿のことについて知りたいのですか <laughs> では、簡単な方法がございます。神里家に赴任されませんか放禄三千石ですが、いかがでございましょうかえ巫子様のことを知りたいのですか <laughs> では、いっそのこと、 私の部下になられてはいかがでしょうか。放牧は兄上ほどではありませんが。神の目。それは、大志を抱く者がいただく証です。私の志ですかそれは、い,いえ、やはり秘密にさせてください。些細な夢ですから。 よく、左前一味、剣前一女と言いますが、剣と茶にどのような関係があるのでしょうか。枯れた桜の木。この枯れた美しさが、春の満開の景色を思い出させてくれます。ですが、他の人はそうは思わないようです。花の咲かない桜の木は、 取り除かれてしまいます。一度でもいいから、また花を咲かせたいです。トーマですか。この前、抹茶菓子を食べて、すぐに吐き出していました。稲妻の治安を守る奉行様は、いつも怖い顔をされていて、将軍様の前で何度も彼女と言い争いしています。 ですが、彼女の本質が、忠義に厚い武士であることは、否定できません。狸頭の忍者 <laughs> それは狸でも忍者でもありません。<laughs> 今度彼女に会ったら、このコンペタートをあげてください。八重様の食会は、私もよくわかりませんが、偶事ではないでしょうか。 彼女がいるといつも安心できます。お祭りはいろいろと気を使わないといけませんし、お伏せもあまり良くはありませんが、八重様が営んでいる産業は、風画を保ちつつも、良い収益を得ています。もしお兄様も倒れたら、八代奉行が私の仕事になりますね。はあ 妹のためだと思って、体には気をつけてと、あなたからもお兄様に言ってください。お祭りの仕切りは、ヤ代奉行と巫女たちの責任です。あの職人の花火は、確かに気分を盛り上げることができますけど、今年の夏はやめておきましょう。だって、引けしの人たちに頭を下げて回るよう、 トーマにお願いするのはもう嫌ですもの。稲妻幕府八代奉行上里家。覚えづらいですか <laughs> 理解できなくても大丈夫です。上里家が稲妻の名門家の中で筆頭の格付けだということだけご存知でしたら結構ですよ。私が、 稲妻幕府八代奉行神里家を理解できなくても大丈夫といった意味にこだわる必要はございません。あなたは良さの方で、私たち神里家の大切な客人ですから。以前、神里家の客人と言ったのは、正確ではなかったかもしれません。あなたは私の客人です。 あなたのことは、友人と呼ぶにふさわしい間柄だと思っています。そんな驚いた顔して、私何か失礼なことでも言いましたか <laughs> 冗談ですよ。あの、私がこれ以上話を続けると、稲妻幕府八代奉行上里家の肩書に、 ふさわしくなくなってしまうかもしれません。ですが、私の見立てでは、あなたは私のわがままを受け入れられる人だと思います。<laughs> 私は少し疲れましたのあなたの肩に寄りかかってもよろしいでしょうか少しだけです。風雅なものは何でも好きです。 雅楽の歌、囲碁将棋や踊り。あなたもご興味はありますか兄上の背負っている負担は、大変重いものなのです。一体どうすれば、私も神里家の役に立つことができるのでしょうか剣術、文化、それとも外の世界の力を借りる。 それでは、他の名門家と婚姻することになります。しかし、神里家は名門の筆頭。どんな時でも団結して力を合わせ、武芸に火で各地を準遊できる人でなければなりません。お茶漬けが好きです。私がお茶漬けをいただく姿を、お客様が見た時の表情は、本当に面白いんですよ。 食べられないわけではありませんが、動物の脂肪や内臓はちょっと。今日はこんなに大切な日だったのですかもっと早めに知っておけば、贈り物を用意できましたのに。今回は、お祝いとしてセンス踊りを献じましょう。うーん、なるほど。 あなたの協力のおかげで自分の力をより理解できました。あなたの意見はとても勉強になりました。剣術、歌、それと小作に関する意見も参考にさせていただきますよ。ますます余裕を感じるようになりました。表情書のことや剣術のことも。 新しいことに挑戦する余裕も持てるようになりました。次は、最近覚えたお菓子作りに挑戦してみましょうか。時はなす、各下鴨と思えども。世のことなれば、とどみね熱も。<laughs> ごめんなさい。喜ぶべきことのはずなのに。 悲しい歌を思い出してしまいました。あなたとの時間があまりにも楽しかったから。